NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2023グリーンボールジュニアトーナメント本日の第2試合ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズ前半を終了しただいまでの得点はゴールデンファイターズが7点サイドワインダーズが0点です。ただいまより後半第3クォーターに入ります。後半はサイドワインダーズのキックオフで再開となります。キックオフキッカーは0番のコウゲ、0番コウゲ選手のキックオフで後半戦が開始。ゴールデンファイターズリターンに入ります。サイドワインダーズカバーリンがサポートしまして後半戦が開始。リターンにしましたのはゴールデンファイターズ11番近藤選手10ヤードリターン。ゴールデンファイターズの攻撃と変わります。25ヤードリファーストダウン。さあまずはゴールデンファイターズの攻撃という形で後半戦は始まります。ボールオン自陣25ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。さあまずフットボールプレー、ゴールデンファイターズ、フルバックが40番、まずチームに勝つを入れる大プレーを決めました。ゴールデンファイターズ、自陣36ヤードからのファーストダウン10。ゴールデンファイターズ、ランプレーを展開しようとしましたが、選手の中央プレーでしたが、ゴールデンファイターズ、セカンドダウン、ファーストダウンまで62ヤード。ゴールデンファイターズ、セカンドダウン、ボールオン、自陣35ヤード。さあ今度のダイブプレー、門田選手の中央プレー、ウィングバックをモーションさせ、その逆側をダイブプレーでタップを図りました。ゴールデンファイターズ42番、3ヤードゲイン、残り9ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン9。ここでクォーターバック7番、外に展開したワイドレシーバー11番へのパスでしたが、パスをカバーされ、パス不成功に終わりました。ディフェンスバック攻撃回数1つ失い、フォースダウン、最後の攻撃権になります。パスインコンプリート、ラストダウン。ゴールデンファイターズ、ラストダウン。新たなファーストダウンまで残り9ヤード。ゴールデンファイターズ、フォースダウン9。パントフォーメーションを選択します。さあ、このパントの状況が一つの鍵になるかもしれません。サイドワインダーズキャッチしてリターン試みますが、これはゴールデンファイターズ見事対応しました。ここでファールマーカー反則が発生したのよ。しかしイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。
ーソナルファウル、サフィン・ザ・キッカー、サイドラインダーズ54番、10ヤードのペナルティーでゴールデンファイターズオートマチック。ただいまの反則はサイドラインダーズ側にパーソナルファウル、危険な反則、不安定になっています。キッカーパンターで接触する反則です。これはパーソナルファウル、非常に重い反則として扱います。危険な行為があったということで、危険な行為として判定されまして、この反則による罰則は15ヤード従いまして、攻撃権敵陣に入りまして、ゴールデンファイターズ更新となります。ゴールデンファイターズのファースター、ゴールデンファイターズ攻撃継続の機会を得ました。ボールオンは相手陣に入りましての48ヤードでゴールデンファイターズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番、ここで右に展開したワイドレシーバー13番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功で攻撃回数1つ失ってセカンドダウンに変わります。ゴールデンファイターズセカンドダウン10、ボールオン相手陣48ヤード。ゴールデンファイターズランニングバック10番、北川選手の中央プレー、5ヤードのゲイン。右オフタックル付近を突き上がり、ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウンまで残り5ヤード。キャリア10番は北川。ゴールデンファイターズサードダウン5、ボールオン相手陣43ヤード。ランニングバック10番、北川選手にボールを集め、右オフタックルを狙いましたが、しかしこのランプレーをサイドワインダーズ53番見事対応しまして1ヤードゲインで止めています。ゴールデンファイターズラストダウン、ファーストダウンまで残り4ヤード。53番は村越、ゴールデンファイターズフォースダウン4、パンプフォーメーションを選択します。サイドインダファイターズラストダウン、パントボールを見えまして攻撃権を放棄、パントボールをゴールデンファイターズの選手がピックアップしましたので、その時点でボールデッド、攻守が入れ替わり、黒のユニフォームサイドワインダーズ自陣19ヤード付近へのファーストダウン。チャンスを得ておりましたゴールデンファイターズですが、結果的にこのシリーズもパントに終わりました。攻撃権はサイドワインダーズに変わりまして、サイドワインダーズ自陣19ヤードからファーストダウン10。パス成功。サイドラインダーズクォーターバック19番井戸選手より22番、これをキャッチしまして約3ヤードのゲイン。吉川選手のパスが成功、4ヤードのゲイン。サイドラインダーズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り6ヤード。19番は井戸取りました。ワイドレシーバー24番は井上。サイドワインダーズセカンドダウン6。ゴールデンファイターズナイスディフェンス。41番寺島選手の右奥プレーでしたが、これをゴールデンファイターズ92番ディフェンスライン坂上選手がタックノーゲイン。失礼しました、ノーゲインにしております。サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウンまで残り6ヤード。ゴールデンファイターズ92番は坂上。サイドワインダーズサードダウン6。
ープン最高。ここでクォーターバックはロングパスを投じました。ターゲットは12番ゴールデンファイターズ。これをゴールデンファイターズの45番アワヤインターセプトというところでしたが、パス不成功としました。パス不成功となりフォースダウンにサイドラインダースが変わります。ファーストダウンまで残り6ヤード。サイドラインダーズフォースダウン6、パンプフォーメーションを選択。ゴールデンファイターズリターンに入った。ここで攻守交代。かかったリターンで相手陣に入ったところでゴールデンファイターズの攻撃に変わります。攻撃権を放棄。パントボールをゴールデンファイターズリターナー11番、近藤選手がキャッチ。10ヤードリターン。敵陣46ヤード付近へファーストダウン。いやいや小雨が降ってまいりました。 MK タクシーフィールドエキスポ、この雨に伴い風も出ております。空中戦難しい状況になり、じわりじわりとゴールデンファイターズが押し返し始めたように感じます。攻撃権はゴールデンファイターズ。相手陣46ヤードからファーストダウン10。ゴールデンファイターズクォーターバック9番エセットさん7番竹内選手、受けながら右サイドライン際駆け上がりまして約右奥へ展開。7ヤードのゲイン、7ヤードのゲイン。素晴らしいラン決めました。クォーターバック7番は竹内。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り3ヤード。ゴールデンファイターズセカンドダウン3、ボールオン相手陣39ヤード。ゴールデンファイターズクォーターバック7番再びクォーターバック7番ハンドオフ付近から自ら キープ。同じく右オフタックル付近につきまして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター8ヤードのゲインです。クォーターバック7番の竹内、ここで自らの総力で状況打開を図っております。ゴールデンファイターズ相手陣31ヤードに入りましてのファーストダウン10。ゴールデンファイターズクォーターバック7番竹内選手、三谷ボールをキープ。見つからず見つからず中央を押しまして再び中央突破、自ら総力で突破上がりました。4ヤードのゲイン、約4ヤードのゲインとしています。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り6ヤード。ゴールデンファイターズセカンドダウン6、ボールオン相手陣27ヤード。さあクォーターバック7番のランが続きます。今度は左方向にハンドオフオプション。ゴールデンファイターズクォーターバック7番竹内、サードダウン3の状況に持ち込みました。左オープンへ展開。サイドワインダーズディフェンスバック17番柴田選手がタックル、3ヤードのゲインに抑えています。ゴールデンファイターズサードダウン、ゴールデンファイターズアルタのファーストダウンまでは残り3ヤード。ボールオン相手陣24ヤード。クォーターバック7番、ここでパスプレー。右に展開したゴールデンファイターズクォーターバック7番竹内選手、攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター山本選手へのパスが成功。ファースタークォーターバック7番の竹内、ここでワイドレシーバー13番山本にパスを通し選択肢を広げました。ゴールデンファイターズ敵陣18ヤードよりファースタウン。ゴールデンファイターズファーストダウン10、ボールオンは相手陣18ヤード。
デンファイターズパスター今度はこのゴールデンファイターズクォーターバック7番竹内選手よりランニングバック10番ロングパスを投入と仕掛け手前にいたランニングバックにブロッカーをつけて走らせるプレーを選択しました。これが構想しまして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファーストダウン。これによりゴールデンファイターズ相手陣8ヤードに入りましたのファーストダウン2ゴールとなります。ゴール前8ヤードより残り4回の攻撃でこの8ヤードを落とそうと狙います。ゴールデンファイターズファーストダウン2ゴール残り8ヤード。パス不成功パスインコンプリート。ここでパスプレー右に展開したワイドレシーバー11番のパスでしたがこのパスはレシーバーカバーされておりパス不成功となっています。攻撃回数1つ失ってセカンドダウンと変わります。ゴールデンファイターズセカンドダウン2ゴール残り8ヤード。フルバックのダイブプレー。ゴールデンファイターズランニングバック42番自らの体育を生かして中央突破約5ヤードのゲイン。さあ残り3ヤードになってのサードダウンに入ります。ゴールデンファイターズ敵陣3ヤードよりファーストダウン失礼いたしましたセカンドダウン失礼いたしましたサードダウンです。タッチダウンまで残り3ヤード。ここでホイッスル。第3クォーター終了となります。第3クォーターを終了してゴールデンファイターズ7点サイドワインダーズ0点。最終クォーター第4クォーターに移ります。ゴールデンファイターズが7点のリードです。